こんばんは。皆さんこんばんは。テロップ入りよう。テロップ入りよう。5周年コンサートありがとうございました。こんばんは。フラペチーノさん5周年おめありがとうございます。北斗のタカさんお疲れありがとうございます。こんばんは。パイの実さんかわいいありがとうございます。パイの実さんお疲れと斉藤さんもお疲れありがとうございます。そうアンコールの時そうなんです。本当にやばい。マジであの後ずっと取材してました。葵さんのね後だったんですけど、出るのが私が間違えて先に出てしまった。もうめっちゃもううわーってなって、もううわーってなって、うわーってなってまた本当にごめんなさい。マジで葵さんもやし、葵さんのファンの方々にも申し訳なくて、もう本当に本当に申し訳ございませんでした。普通に並んでて出て剣道やろうと思ったら、そうじゃんって葵さんの後だったと思って、めっちゃ順番が間違えてて申し訳ございませんでした。本当にガチで、これはガチの方でもう申し訳がなかったです。これはもうねリアルで。カイトさん5周年おめ、安部井さんお疲れありがとう。ウィンディさん5周年おめ、安部井さん5周年おめ、とりあえずルービーさんお疲れありがとう。こんばんは。 ST48ドラフト3期生の品野空葉です。18歳の兵庫県出身です。もしよかったらルームフォローとツイッターのフォローしていただけると嬉しいです。はじめまして、初訪問の方が多い、嬉しい、ありがとうございます。福田隆さん5周年おめありがとう。本当に申し訳なくて、ちょっと葵さんに何かお渡ししたいと思います。ほんまにもうやってしまった、もうほんまにもうマジで焦った。でもあの亀子だったからさ、目の前が亀子の人でさ、容赦なく私のことをうわーっていう顔を容赦なく取られて恥ずかしかった。申し訳ないと思いながらも、うわすごいこっちにカメラを向けられてると思って、謝ってるとこと、あやばいって焦ってるとこの写真がすごい多分いろんな方に写真撮られちゃった。本当に本当にもうやばい、やっちゃったと思って、もう本当にびっくりした。自分でも写真投稿しました。ありがとうございます。配信までにね、ツイート、それはあの30分までにツイートしてくださったやつは結構見てるかもです。もう本当にやらかした。ここガチの方でもう、もうやばいと思って、ずっとずっとあのもうそっからまあやばいやばいってなってたんだ。バンジェロモンスターさんありがとう。短冊と流れ星もうってなってた。だから本当に葵さんのファンの方はもうです、葵さんもですけども、葵さんのファンの方本当に申し訳ございません。申し訳ございません。めっちゃきなこさんありがとう。今日は後半あたふたしてたぞ。昔からおじいさん花束ありがとう。斉藤さんファイト。琴さん短冊ありがとう。お本人登場、おありがとうございます。大喜んだ。大喜びしてくれた、ありがとう。琴さん短冊ありがとう。そしてですね、もうずっとずっと言いたかったことがやっと本日言うことができました。船から降りた僕たちはセンターを伝えさせていただきます。本当に言いたかった、ずっと。福さんお疲れありがとう。お父さんスイカのジュースありがとう。インディーさんハート、ミッツさんハートありがとうございます。もう本当にねずっと言いたかったんですけどね、めちゃめちゃ我慢してました。うわ待って、タワー飛んできた。ありがとうございます。
タワーだ、ばあちゃんさん、ありがとう。クマの織姫のタワーありがとうございます。リニーさんもハートありがとうございます。もう本当に嬉しかった、ありがとうございます。のとじまへぐれさん、ハートありがとう。かまちゃんさん、クマありがとう。書こう書きましょう、書きましょう。もうね、早く言いたくて言いたくてね、しょうがなかったんよ。やっと言えましただからね、めちゃめちゃね、ずっとずっと言ってたんですよ、5周年来てって。もうね、ほとんど多分ね、分かっ、ちょっとね、ちょっと分かってた方もいるかもしれないけど、そう、パシェが結構ね、チリパとかでもソラハさんの2番終わりの感想のダンス見てくださいみたいな言ってたりとか、ソラハがおすすめです、おすすめですって言ってたから、みんな感じてた方はいるかもしれないけど、こうちゃんとセンターを務めさせていただきましたってこう言えるのは、本当にこうやっと言えた。めっちゃ震えてた、踊りながら、めちゃめちゃ震えてました。ありがとうございます。あ、そうです、オリジナルのポジションで私がセンターをさせていただきました、一番手の。本当に嬉しかった。ちょっととりあえずタワーのお礼書きますね。でも本当にちょっともう結構語ろう、みんな、その船から降りた僕たちもだし、普通に他のやつでも語りたい。うわ、ありがとう、タワー。パシちゃんさんだよね、ありがとう、パシちゃん。織姫、織姫タワーだよね。うわ、もうやっと言えたよ、みんなに。もうずっと言いたくてムズムズしてたんだからね。帝国さんも頑張ったタワーありがとうございます。ありがとう。待って、頑張ったタワー初めてかもしれない、もしかしたら。クマネパパさん、ご視聴ありがとう。ちょっと待ってね、2人分まとめて書きますね、連続で。ありがとうございます。帝国さんも頑張ったわ、ありがとう。よく我慢した。そう、頑張ったわ、頑張ったタワーでいいかな。待ってね。
ばい、もう本当にもうね、いろんなこといろいろお話ししたいんですよ。ちょっと待ってね。はパーシちゃん、織姫タワーありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。そしてそして帝国さん頑張ったわ、ありがとう。ありがとうございます。本当に改めてセンターお伝えさせていただきました。45分ぐらいにツイートピッチャストにちょっとしようかな、あのセンターを務めさせていただきましたっていうツイートを45分ほどぐらいにします。パシちゃんありがとうだって。こちらこそありがとうございます。お疲れもありがとう。本当にこのねポジションをいただけたのは皆さんのおかげなので本当にありがとうございます。皆さんとつかめたこのポジションなので本当に今までアイドルを辞めたりとかせずまっくじけず頑張ってきてよかったなってめっちゃ思いました。結構前にね知ったんですけど、私はやっぱりこのシングルに入るからね、もう結構前に3月末とかかな、わかんないけどそのぐらい3月とかに知ってたけど、でもさ披露したことないし、その歌割りとかもみんな知ってるわけじゃないからさ、すごいさ言えなくてさ、やっと5月5日言える、5月5日じゃない言えると思ってたけど延期になっちゃって、本当にやっと言えてよかったです。バンジェラモンスターさんお疲れ、バルタンさんお疲れ、ミロさんハート、タムタムさん頑張ったありがとう。ミロさん5周年おめ、斉藤さん頑張ったありがとう、イキャスさん5周年おめ頑張ったありがとうございます。でもね、ちょっと待って、もうちょっとツイートする時間な。あのねこうさ、はあの振り入れした時、振り、私はさあの歌割りをいただいた時に、まあ、一番上っていうかとこう、こう順番に書いてるんじゃなくて、歌割りのところに横にこう書いてあってね、私が一番前にあったけど、これもしかしたら違うのかもしれないと思ったの。なんかね難しいんだけど言いづらいんだけど、なんかなんて説明したらいいのか分かんないけど、一番左にあったけどシナの、うん、なんかあったんだけど、これもしかしたら立ち位置とかではセンターとかじゃないかもしれないなって思ってたけど、立ち位置を見てろ、そう一番上に名前があったし、0番のポジションに自分の名前があって、めちゃめちゃ嬉しくて、なんだろうね、もうなんもうなんもなんもわかんない、もうグワーってなってて、そういうこと、もうとりあえず家族に報告して、マネージャーさんもすごい喜んでくださって、でもうでね、振り入れした日に全メンバーのねあの LINE グループみたいなレッスン動画みたいなに送られたんですよね。その時にそのあのメールでも書いたんですけど、ゆうかちゃんとまいちゃんが多分一緒にいたのかな、その時そらおめでとうみたいな音声送ってくれて、センターおめでとうって言ってくれてすごい嬉しかったし、ほら他のメンバーさんにもすごいね言っていただいておめでとうって、もう本当にもうめちゃめちゃ嬉しかったです。こう0番でさ、いつもは3列目とかなんか2列目とか誰かまあ誰かのアンダーとかがずっとなんですけど、
でさ、やっぱりさ前にさいろんな人たちがさ見えててさ、見えてるけど今日は見えなくて、その船から降りた僕たちを披露するときは見えなくて誰もいなくて、 A メロとか2番とかはあれだけど見えるけど、サビの時は誰も見えなくて、横もあんま見えなくて、離れてるから本当にね。でもめっちゃ怖かったんですよ。なんかなんでお前なんだとか思われたらどうしようと思って、もうめっちゃ震えてたんですよずっと。でもね、なんかなんだろうね、なんかでもこのセンターに入れるのは皆さんのおかげだから堂々としないとって思って、そう頑張って堂々としてました。かまちゃんさん、あなたはありがとう。マニュアルモンスターさん、ネイモンスター、熊田崎さん、お疲れ、ありがとう。もう多分今累戦ゆるゆるなんだよね。普通にもうドラさんの時もやばかったし、もうなんかもうずっと累戦ゆるゆるなんですよ、やばい。かまたむさん、ペンライト。コキンさん、ハート。ザキヤマさん、ハート。イケアスさん、花束、ありがとうね、本当に良さかっこいい、ありがとうなんかでもうね本当にねほんとにね嬉しくて本当にありがとうございますなってます。自分の力だったら絶対に、自分の力だけだったら絶対センターに、そのカップリングのセンターに選ばれることはなかったから、皆さんがねいつも応援してくださってるおかげで、ね、センターに立たせていただいて、母さん5周年おめでありがとう。でもやっぱりさあのさ、やっぱ嬉しい、すごいめっちゃ嬉しかったの。嬉しかったけどやっぱりさ17番手ってことでさ、選抜メンバーの道に届かなかったんだなって思って、めちゃめちゃそれとともに嬉しいとともに悔しいっていう気持ちがめちゃ芽生えちゃった。嬉しいんだけどね、めちゃめちゃ嬉しいんだけど、ずっとずっと17番手で、ね、なんか本当にもう選抜あと少しっていうところが全然届かなくて、ずっとだから本当にね、次は絶対に選抜に入りたいし、ここまでね皆さんが頑張って押し上げてて、もう選抜にもうね、そうめちゃくちゃ担当じゃないマネージャーさんとかにもすごい言ってくださってね、おめでとうって。だから頑張るね、もっともっと。本当にありがとうございます。だからそれはもう諦めず頑張るね、選抜メンバーっていう道に目指して。ガンさん、いいの、ありがとう。ありがとうございます、マジで。本当にビンディさん、入ってありがとう。あ、本当だ、45分過ぎてる。メールじゃないわ。あ、50分だ。今ツイートしよう。はい、ツイートしたよ。45分過ぎてた。50分、今ツイートしました。パイナメさん、ビンディさん、入ってありがとう。本当に皆さん、もっと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 頑張るね。
ありがとうございます。0番というポジションに立たせてくれてありがとう。おばあちゃんになっても歌うね。で、本当になんかだからずっと言ってたの、マジで来てって、50年来てねって、お願い来てって言ってた、ずっと言ってたでしょ。そら本当に来てほしかったんだよ。だからうれしいね。そう、ありがとうございます。頑張ろう。そうなんだよね。そう、センターをさいただけるってさ、ない、アイドル活動しててみんながあるわけじゃないんですよ。だから本当にありがたいことだなって思うし、本当にありがとうございます、みんな。そうなんだよね、全員が全員もらえるわけじゃないから。ありがとうございます。え、ソラの声わかんなかった？僕たちは永遠に、めっちゃ自分だったら自分の声聞こえるんだけどな。見届けただって、ありがとう。本当に頑張るね。さあ、もうやばいってなってたけど、頑張るね。やばい、明日仕事なのにさ、絶対目腫れちゃうんだけど、鼻詰まりすごい。ありがとう。ありがとうしか言えない。みんなツイートしたから、いいねとリツイートしてね。バリスマした顔しとる写真見てるけど、自分でツイートしたけどめっちゃスマした顔しとるな。なんかさやおき、いやもうあんちゃん寝れない気がするんだよね。自分なんかテンション上がっちゃってて、ちょっとこれ固定ツイートにしよう。え、タワーある。タワーだ。え、ありがとうございます。ちょっと待ってね、これ固定ツイートにするわ。ありがとう、ドムさん祝50年のタワー。たくやさんありがとう、お疲れ、ありがとう。普通にツイッターのみんなからのいいねとかリプ見とって、ふと顔上げたら電話が立ってた。ありがとうトムさん。いや、そう、みんな船から降りた僕たちはちゃんと聞、もう一回聞き直してね、空が歌ってたところ。空の声ね、かすかに入ってるかもしれんから、トムさん。もうね、お話し会待ってます。でもなんかお話し会でも聞きたい、一人ずつとどういう思いを持ったかとかめっちゃ聞きたいんだけども、どうしよう。あ、今年さ、今年じゃないわ、今月広島もあるし浴衣もあるよね。広島の浴衣もあるし、オンラインの浴衣もあるよね。
ばい、鼻がつばはってる。もうすでに鼻詰まりや。菜の花も話したいし、みんなもまだ船から降りた、あ、もう船から降りた僕たちはもう話したい。ナポスケさん、レインモンスター、バニラモンスターさん、ベンライト、タクヤさん、ご周年おめ、リキケンさん、お疲れ、ありがとう。はぁ、鼻水が、あ、うてられない。ナムさん、ありがとう、ありがとう、タワー、ご周年、タワー、ありがとう、ありがとうございます。中谷さん、レインボースターありがとう、わー、ありがとうございます。皆さん、ソラハちゃんだと思って聞くと、ソラハちゃんの気がしな。船からお、ちょっと今もう声変だから無理だ、声本だからなぜ、え、待って、しかもバスちゃんさんじゃん、まだまだバスちゃんさんじゃん、ありがとう、とは。待って、ちょっと鼻水が出てる、恥ずかしい、ちょっと恥ずかしいったらあれしない、鼻水出ちゃうと。バスちゃんさん、5周年タワーありがとう、もともとじゃないか、そんだけみんなも喜んでくれてるってことなのかな。ありがとう、待ってね、さっきなんて書いたっけ、こんばんは、ちょっと待ってくださいね。やばい、文章めっちゃ書いたらサインがちっちゃくなっちゃった、ごめんね。多分今日ね、あんまり寝れないかもしれない、もう寝たら絶対目腫れちゃう。よいしょ、パイスちゃんさん、5周年タワーありがとう。5周年タワーありがとうございます。本当に嬉しいね、みんなが喜んでくれてるっていうか、なんかね、ハッシュタグつけないね、漢字だけのソラハで調べたり今日してたんですよ、ひらがなのソラハとかで。終わった後にみんなの反応どうかなって思って、だからね、全然ソラハ推しじゃないファンの方とかもね、こう、うおーみたいな、喜んでくださってる方がいてね、なんか本当に嬉しくってね、嬉しいってなった。でもね、みんながね、ソラハの、ソラハが頑張ってるからって言ってくれるけどね、みんなが応援してくれなかったらね、頑張ろうって多分ならないだろうしね、みんながいっぱいいっぱいソラハのためにね、ショールーム見に来てくれたりとかね、毎日ね
1日ね1回とかでもさのこと考えてくださる方がいるから、もっといろんなねこと頑張らないとってなるから、もう本当にみんなのおかげなんですよ。頑張れてるのは空葉が頑張ってるからじゃなくて、みんなが空のことをたくさん応援してくださるから空葉が頑張ろうってなるから、もうみんななんですよ本当に。みんながいなかったら多分アイドルもここまでね続けれてないし、今のポジションをいただくこともできてないし、本当感謝皆さん、ありがとう、おめでとう、ありがとう、久しぶりだ。マンダラモンスターさん、だるま、力健さん、短冊、よいさん、まるありがとう、ハートダクさん、ありがとう。やばい、なんかもうなんか喋っとったら口がカサカサなって、あ、今日見てくれ、ソラハといえばちょっとうるつやつるつるということで、ちょっとリップ買いました。今日気合い入れるたにね、気合い入れるたにうるうるリップ完了。最終回、いやいやまだアイドルやめんよ。インディさん尊い、トスキさんありがとう、単独イケアさん尊いありがとう。じゃあどやります、もうどやってください、みんなのおかげなのでね、ありがとう。では何話そうかな、次はみんな拡散してちょ、ソラハがセンターだとっていうツイート拡散してちょ、いいねしてちょ。あーちゃんお疲れ、ハートありがとう。6時間、え、ほんとじゃん、私明日5時から配信だから6時間後に配信じゃん、もう寝れんな、これは寝ん方がいい。わあ嬉しい、みんなからのリプ嬉しい、え、ちょっと待って、みんなからのリプ嬉しい、ちょっと待って待って待って、見よう、ちょっと待って、ちょっと待って、おめでとうおめでとう、また大切な曲が増えたね、カップリングセンターおめでとう、おめでとうございます、おめでとう、堂々として素晴らしいセンターでした、お疲れ様でした、センターおめでとう、引き続き好きです、ありがとう、センターおめでとう、自分の推しです、嬉しい、センター曲おめでとう、いやほんと感動した、嬉しい、センターちゃんセンターほんとおめでとう、めちゃめちゃよかった、嬉しい、めちゃよかった、感動ありがとう、先生おめでとうございます、勝手に嬉しかったです、もう嬉しい、今日1で動ってなって嬉しい、今日はとても楽しくてアンコールしててフライングしてるねありがとうございます、フライングしてしまいました、ごめんなさい、感動、センターですげえと思ってた、でもそう、ん、ふさわしいと思ったかな、これ私漢字が読めない、ふさわしいか、あ、ふさわしいと思ったよ、だってありがとうございます、どこまで読んだ、うん、どこまで読んだ、本当おめでとう、センター機構もらうことは誇りだよね、本当ですよ、そらちゃんの実力だよ、だって皆さんのおかげです、ありがとう、おめでとう、だってそらちゃんセンターかっこよかったよ、そしてアンコールの時の登場のしくじり、すべてがそらちゃんの魅力だった、いやありがとう、今日も輝いてますね、ありがとう、そらちゃんセンターおめでとう、配信見て号泣だった、これからも間違いない、ありがとう、ありがとう、そらちゃんと一緒にセンターね、そんな選抜、センターじゃなくて選抜かな、ありがとう、リプ読んでると聞いてリプしましたね、センターおめでとう正直者やな、いやありがとうございます、いやみんなありがとう、リプこういうのってガチで、ソラハマジで嬉しいんだよ、センターすごくよかったよ、お疲れ様でした、ありがとう、ひひいいし、うわ気持ち悪い、自分の喜んでる顔がやばい、皆さんありがとう、ありがとう、もうやばい、目がこっちもうすでに腫れてきてる、センターめっちゃ良かった、嬉しい、ありがとう、キャニーさんご主人おめありがとう、6時間一人反省会、一人反省会はちょっと辛いな、これは寝れないテンション、いや寝れないね、風呂入ったら多分めっちゃ目起きちゃうと思う、なんか今日メイクしない、濃くしたつもりが全然濃くなくてびっくりしたんだけど、さすがにみんなからみんなのあのカメコみたいなやつとか見て、え、メイク薄いってなった、結構濃いめにやったつもりだったんだが、今回が初センター、あ、初センターっていうか曲をもらったのは初めてですね、あーちゃんありがとう、スイカ今日はね早起きではない、でも明日がめっちゃ早起き、明日5時からだっけね配信、オールするん、いやマジでオールの勢いだよね、
嬉しい。これからも一つでも多くの最高の景色を見ていこうね。最高にキラキラの空ちゃん大好きです。ありがとう。センター似合ってた。パフォーマンスしっかり見れて嬉しかった。やった、ありがとう。素敵なコンサートありがとう。だって、いやこちらこそありがとうございます。見に来てくれて。一緒に見逃し、私も見逃し見たいんですよ。アイジが勝たん。今日幸せ、めっちゃ幸せ、めっちゃ幸せ。めっちゃ幸せだ。多分もう幸せすぎてやばいね。みんなハッシュタグドラズチンで返信してくれると嬉しいです。もしかしたら寝ないかもしれないから、これ以上ない幸せ。自分の笑っとる顔がやばい。あ、これアンコール終わった後からずっと着てます。今日ねカープのやつもらったんですよ。これやばいよね、 STU のやつ。これもらっちゃったよ。これインテリアとして飾ろう。かわいい白 T。 いいコンサートだった。そうだから来てって言ってたの。本当に言ってたの。本当に本当に言ってたの。なんか早く話したよ。あ、そう、今日は結構そうハーフアップです。なんかツインテールかハーフアップで迷ってね。で、そうでね、マネージャーさんと話してたの。それはどうしたらいいですかねって。でもマネージャーみんな知ってるからさ、船から降りた僕たちはセンターだっていうのを。センターでツインテールさすがにやばいかなって自分で思っててみたいな。しかも初披露なのから、まあ、よくないかなって思ってるんですよねって言ったら、横にいたそう葵さんが朝集合した時に、そらはちゃんはハーフアップが似合う、絶対似合うみたいな言ってくださったんですよ。葵さん、葵さんのおかげでみんなに可愛いって言ってもらえてるのに申し訳ございません。葵さん、そう、葵さんが言ってくださったんですよ。ハーフアップがいいよって言われてめっちゃ嬉しくて、ハーフアップってそれで絶対そらはちゃんにハーフアップ似合うって言ってくれたのが嬉しくて、ハーフアップにする。葵さんに申し訳ないことをしてしまった。ちょっとなんか買って返します。マジでやっちまった。そう、今日はハーフアップでした。昔ね、僕恋の時にね、去年の夏ぐらいにね、こんなハーフアップをしたんですけど、なんか、まあ、カメ子ということで、本当はね私はこういうハーフアップが良かったんですけど、顔がでかく見える、なおかつあのちょっとここら辺が最近髪の毛が薄くなってきたので、それを隠すためにちょっとこの三つ編みにしてもらう。急に幸せ感じる。いや本当に、やばいね。もう本当に幸せすぎてやばい。船から降りた僕たちは確かに亀子ね。確かに。こんばんは。足細い。もうなんかドラさんでよ今日めっちゃ写真撮ったんだけどね、もう足が映るたんびにもうやーってなってた。もう舞ちゃんもう細いし、ゆうかちゃんも細いし、もう細いからもうはっってなってた。もうでおデブちゃんの、おデブちゃんですよ。髪サラサラ、嬉しい。めっちゃとかね、巻いてたのにね、もう序盤でめっちゃストレートになっちゃってね。で一回もう一回巻いてもらったの、あ、菜の花の前に。でも菜の花終わったらもうすでにもう巻きがどんどん取れてた。え、そう、葵さんね、ポニーテールめっちゃ良かったですよね。こんばんは。斉藤さん帰りやと。あ、なんか今日コメント多い。幸せ。星子よりレアな空葉が見れた。菜の花の踊る曲、いや踊る曲じゃないんだけどね。そらはちゃんの写真をツイッターにあげたみたい。あ、カメ子のやつ送っ、あのね、ハッシュタグカメ子 STU っていうのも見るんですけど、ハッシュタグシナのそらはなだとめっちゃ確実に見る。センターでの輝き半端なかったです。嬉しい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 。空細くなったよ。いや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 、細くなった気がした。嬉しい。でも聞いて、広島に帰ってきて、まあ、1ヶ月ぐらい経つんですけど、マジで元がそんな、なんかね3キロ増えて、あ、そのね2年前のマジで今ぐらいに
よしダイエットしようと思ったら、なんか2年間ぐらいで5キロぐらい、あ5キロじゃない3キロ太っちゃって、でその3キロを戻したんだけどまた増えちゃって、で今また広島に帰ってきてから3キロ減ってます。舞台の時より3キロ減ってる。あんま見た目見えないけど、だからちょっと今日聞いて、今日マジで全然食べてないの。絶対痩せた、めっちゃ汗かいたし。今日食べたものはカフェラテとささみ揚げと、あのなんかねちっちゃいこういう細長いガトーショコラがあってね、そのガトーショコラとマカロンのオレンジしか食べてないの。やばくない？でも全然お腹空いてないんだよね。でも武蔵のお弁当いただいちゃったんだよね。明日食べようかな。今日マジで全然食べてない。え、めっちゃ持って帰ってきた、ほら、ほら、めっちゃ持って帰ってきました。無理、ね、近かったね、嬉しかった。いい感じの写真撮れたかな。体重計から降りた僕たちはおもろい成長。でも今痩せてるんですよ、嬉しい。ちゃんと食べる、ことはお腹空いてないんですよね。多分汗かきすぎたかも。トロッコで消えて、そう、もうなんか今日も、ね、結構見れた。トロッコ、マジでトロッコ乗れてよかったなと思ったし、しかもまいちゃんと一緒にね、トロッコの見学にいたまいちゃんと一緒に乗れたし、でトロッコで結構見たらね、めちゃめちゃいろんな人見れたからよかった。チケット超えられず、違う、なんかみんな同じ、このぐらいみんな持って帰ってきてるよ、マジで。マジで菜の花、あ、そう、菜の花の話しよう。菜の花で気づいてくださった方はいると思うんですけど、あのゆらさん、あの Hulu のね、あの後からのトーク、アフタートークでも話したんですけど、なんとね、スタッフさんがいろいろ考えてくださって、あのまいちゃんとゆうかちゃんと私のペンライトはのカラーを出してくれて、それプラス、iPhone とゆらさんのねペンライトカラーもね出してくれたという。やばいよね、激エモだよね。なんか本当にその私たちは分かんないから、そう写真撮ってもらったやつを見たらめっちゃ綺麗くて、エモってなりました。水色とかオレンジとか、あと自分が歌っとる時にすごい赤と緑めっちゃ見えて恥ずかしかった。めちゃめちゃ目立つ赤と緑ってすごい本当に、分かった、みんなにも見えてたかな。あ、そう、そう、ファンの方々がね、菜の花の黄色にしてくださってたんですよ、ペンライトを。ありがとうございます。めっちゃ嬉しかった、あの演出もう泣くね。しかもね、なんかね、本当に泣いてしまってた、マジで泣いてしまってた、ずっと。でもなんかそらさ、最近すごい、この前びっくり、まあ、メールでも言ったけどね、びっくりするぐらい自分の中でね、もうブーンって沈んでしまったんよ。でそんな時にね、そう、ゆうかちゃんとね、まいちゃんが来てくれたし、その前にもその七並べでね、まいちゃんと空があーってなってる時に、そう3人でお泊まりしたりとかして、もう結構本当にね、なんかドラさんイベントがやってから、まあ、この1年とかで本当にね、こう個々でのは仲良かったんだけど、こうドラさんの3人でこう一緒にいるっていうことがあまりなかったんですよね。個々ではよくいるけど、でも本当にドラさんの3人でいることが増えて、そのなんだろうね、ドラさんイベントの去年のドラさん、去年じゃないね、今年のなんかドラさんイベントから、そんなね、6ヶ月ぐらい、もう6ヶ月も経ってないけど、なんかその時と思いが違うっていうか、歌ってる時の思いがなんかね、変わりました。今年の1月から、1年とか間違えた。天然うなぎさん、レインボースターありがとう。なんかなんかね、思いが違うかって涙が出てしまったね。
村上さんありがとう。短冊菜の花いいですね。なんか私も本当に一昨日のリハーサルの時すでに泣きそうだったのに、今日もねこうペンライトのやつとかさ全部さこう衣装とか着てさやってした時にもこう最後に感想に一度終わったらこう集まってくるんですよね。集まってくる時にそのもう舞ちゃんがセンターステージから来て、ゆうかちゃんが下手のステージからこう歩いてきて、それを見てるとはぁーなんかもうはぁーってなって涙がはぁーってなってたら、舞ちゃんもうるうるしててはぁーってなって、涙はこぼさなかったんですけど、うわーってなってもう全然歌えなかった声震えまくってた。めちゃめちゃブレピーさん、村上さん5周年おめでありがとうございます。そう3人の奇数は難しいんだけどね、ドラさんの3人の奇数はめちゃくちゃね、なんかねなんかバランスが超取れてる。ブレピーさんありがとう、流れます。うわーもう本当に最高な1日でした。のすけさん5周年おめ、山田太郎さん短冊、のすけさん5周年おめ、勝さんレイモンさんありがとう。なんかもう 泣きすぎて頭痛くなってきちゃったそうコンサート中もねめちゃくちゃ泣きそうだったんですよ。マジで船から降りた僕たちも初めの A メロ歌ってる時になんか自分がセンターに立ってるとかって信じられなくて、でもセンターに立って歌ってるし一番って、ね、なんかもう涙がわーってなってこぼさなかったけど、会いたくなってきちゃった。やばい、これ絶対寝れないわ。もう本当に良かった。この5周年っていう節目の年に出れて、しかもドラさんでも出れて、そして一瞬のスリルもできて、本当だったらね、その7人で披露する予定だったんですよ。一瞬のスリルはですね。なんですけども。そのマイハさんが出演できないってなってしまって、そのみちゅさんがマイハさんのポジションを覚え直してくださって、本当はみちゅさんがカノンさんのポジションで、マイハさんがマイハさんのポジションで、自分あの6人はオリジナルでやろうってなってて、みちゅさんがそのカノンさんのとこに入ろうってなってたんですけども、そのマイハさんがそう出れないってなってしまって、みちゅさんがまた覚え直してくださって、もともと本当は7人で披露する予定だったんですけど6人になってしまったけどもね、披露できてよかったです。一瞬のスリル、すごい自分好きで、あの踊りがすごいね飛ぶしね、めちゃくちゃねあのめちゃめちゃ動くからね疲れちゃうんだけど、でもめちゃくちゃ好きで、そうマイカーの公演でもやってるんですけどね、すごい好きな曲なので、こうね沖縄コンサート会場でしかもセンターステージを使ってね出演あのパフォーマンスすることができて、あのフールさんのねフールストアでね、あの見逃し配信結構7月末ぐらいまであるので、もしよかったらぜひチェックしてみてください。ソラハさん聞かれました。嬉しい、本当ですか、初めてコンサートに行き、本当ですか、めちゃくちゃ嬉しい。なんで引かれてくださったんだろう、なんで引かれてくださった、日本語下手くそすぎるけど、毎日見る、見てください、毎日見ちゃってください。みんなあ嬉しい、リプも嬉しい、
しい。みんなのリプ見て明日も頑張ろう。ありがとう。誕生日はもっとリプ来るよ。確かに誕生日ぐらい送ってもいいですよ、みんな。いいねの欄とか見るの好きなんだよね。なんかさ、あのフォローしてくださってる方はね、あのフォローバックするって出てくるの。フォローしてくださってる方は、でもフォローしてない方はフォローするって出てくるのね。そのフォローするっていうのを、あのだからソラのことフォローしてない方がこういいにしてくださってたりするし、たまにメンバーさんとかがねいいにしてくださってるとかあるから、今日のね5周年コンサート終わりましたっていうね、あのツイートが、あのナナさんがいいねしてくださってた、嬉しい。バンジェロモンスターさん、レインモンスターありがとう。え、そうそうそう、だからね、そうだから間違えてソラめっちゃファンの人いいねしちゃうんだよね。よくないよ、本当にびっくりしたよ自分で。こうやっていいねしてくれた人のことこう見てるの、だからいつの間にかフォローして、それを気づかず進んでて、いつの間にかあれみたいな、なんかフォロー私いつの間にか誰かしたっけと思ったらめっちゃファンの人フォローしてて、え、あすいあすい、ソラハちゃんっぽくない服が届いた。え、明日いっぱいオフショットとか起きます。時々空ちゃんのフォロー聞く、え、でしょ、え、そういうことなんですよ。あの言ってて、誰か空、そうやって空にフォローされたことあるっていう人。みんな言ってて。めちゃめちゃ誰って人フォローして、え、そう、ソラハのことをねいいね、結構私ね、あの見るんだよ私いいね、どんな人がフォローしてくださってるのかなとか、ソラハ推しじゃない方がフォローしてくれるとめちゃめちゃ嬉しいし、もうそういうので見てマジでいつの間にかほんまにフォローしててマジでビビる。さすがに汗汗やばい、ちょっとお腹空いてきちゃった。でも今食べたら絶対にアウトなんだよね、だってさらにむくむよ絶対。葵さんにしばかれたと聞いてステージ上でパクパクやりました。初訪問ありがとうございます。 STU48 ドラフト3期生の篠野空です。18歳の兵庫県出身です。もしよかったらルームフォローとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ツイッターはですね、この多分なんか下にありますなんかプロフィールみたいな自己紹介みたいなところにツイッターのやつもあると思うので、ぜひそちらから飛んで、ツイッターに飛んで。いいねじゃないわ。そらちゃん、泣きそうになったよね。笑い泣きそうでした。笑い泣きはしなかったかな。いや、嬉しいね。ありがとうございます。そう、次は来週の山中琴ですね。え、来週の土日やばいよ。だって土曜日はもうすぐ音楽の日出るでしょ、日曜日山中琴でしょ。え、よくない、楽しみ、めちゃくちゃ充実しとる。それもね、皆さんのおかげなので出演できるのは嬉しい。ありがとうございます。やばい、もうちょっと目腫れてきちゃった、どうしよう、悲しい、目腫れてきてしもうたで、目腫れてきてしもうた。初訪問に止めましてありがとうございます。 STU48 の篠野空葉です、よろしくお願いします。あのね、山中湖も来た方がいいよ。7月ガチで忙しい、ソマイカーもあるしね、20日やばいよ、汗汗がよ、めちゃめちゃありがたいことに忙しい。にょにょにょーん
そう、ソラハがちゃんと来てってやつには本当来て。次はもうセンターはもうこれ以上にないことの嬉しさだからね。ソラハが、ソラハの MC 今日 MC 失敗したってめっちゃ思ったんですけども、ドラさん公演来年やりたいよね、5周年アーゴ、いやおいこんばんは。山中湖もね、もしよかったら来てほしいな。マイカー、たくさん配信で見るね、ありがとう、よかったよかった。こんばんは。やばい、お腹すいてきちゃったけど今食べたら絶対に、あほー、なんか食べよう。紹介していい、紹介していい、もらって。なんか結構ね、あの粒あんごとか結構私の苦手なものとかはちょっとね、今回はちょっと取らなかったんですけど、これはカステラです。これ一回食べたことあるんですけどめっちゃ美味しいんですよ。これはふくさやキューブ、ふくさやキューブさんのカステラ、これめっちゃ美味しかったの、本当に美味しかった。そして生もみじのこしあん、こしあん他にももっとあったよ、でもちょっと厳選しました。丸ボーロっていうやつで、なんかこれ見たことなかった、美味しそうと思って。あとこれもね、なんか丸あんって何なんだろう、粒じゃないと願って私は持って帰ってきた太陽の小豆の丸あん、粒じゃないことを祈って持って帰ってきたよ。そしてこれアップルパイみたいな、アップルパイの一口サイズみたいな、それと分かんない、バニラ味のこういうやつ、なんか兵庫のゴーフルに似てる。あとは生バウムやって、美味しいよこれは、絶対に美味しい。明日の移動中に食べようかな、明日持って行こうってか。あと美味しそうなんで、これバターガレット、これめっちゃ美味しいの、バターガレットマジで美味しい、おすすめ。あとこれ見て、これマカロン、キャラメルサレ、キャラメルなんだって、優勝、マジとカカオの宇治抹茶だって、チョコレートかな、あ結構賞味期限長い、やったね、ダダーン、これ食べた方がいいんじゃない、明日の朝とか食べようかな。7月11日って、あ明日までや、発着デフクチャーン、びっくりするぐらい差し入れありました。東京バナナのパイ割れちゃってた、これ悲しい。あそう、これ5周年の記念のねサブレを作っていただきました。そしてそれとともに、これは私はこの STU48 っていうやつをね、あのゲットしたんですけれどもですね、これ他にも結構いろんなメンバーあります、いろんなやつあります。でっかいやつだったりちっちゃいやつだったり、怒りマークだったり、これはいつもお世話になってるスタイリストさんからのやつですね。あとはチロリアンバニラ、中にクリームが入ってるやつかな、いただきました。あとアイマスクしちゃ寝ようかな。そして、ね、絶対今日食べた方がいいよね、これはさすがに。これちょっとだけ食べようかな、他はちょっとさすがにもう甘いのはあれだけど、だってこれさすがに食べないとですよね。あーもう1時間配信しちゃってる、明日はどうしよう、20分ぐらいかな配信は、5時から。武蔵は食べた方がいいよね。じゃあこれいただきます。ちょっとでもあんまりお腹空いてないからな、自分今日食べちゃう、食べちゃう、食べちゃう、
まあでもこれな、今食べてさ5時に体重測っても絶対減ってないよね。うわでも食べよう、うん食べちゃおう。だってどんどんなあ、よくしてくれかったようなもん食べよう。でんででん、薄火の武蔵スクショタイムでした。ちょっと食べたい、いい内緒にしてて。こんな23時に食べたらあかんけど、今日はマジで食べたものね。え、マジで食べたもの教えていいですか。え、まだ今日炭水化物 52g しか取ってへんし、カロリーで言うたら42カロリー、40、42は嘘、400キロカロリーぐらいしか取ってへん。さすがにちょっと足りや。でもこれ全部食べたら1000キロカロリーで、炭水化物めちゃくちゃ高いんですよ。これほんまにやばいですよ。これは熱量981、炭水化物70、タンパク質50、あ50、脂質50。ちょっと唐揚げとキャベツいただこうかな。あーウインナーも食べた、あーオレンジも食べた、あーおにぎりも食べて、たくあんも食べて、豆豆豆は苦手、豆は苦手。俺が許可するやって、許可してくれた。食べていい？いただきます。どうする？やっぱりね、唐揚げでしょ。時間経っちゃってるからなんか悲しい、申し訳ない。いただきます。あ、センター食べてる。おめでとう、乾杯。唐揚げめっちゃうまい。おいしいって言った方がいいやと思うんですけど、おいしうまい、うまいって言ってしまうんですよ私。おいしいじゃなくてよくないよね。みろさんかわいい、いきやすさんうま、あつおさんうま、ありがとう。ほんまに うまいって言ってしまう。シティフェスティバルの時騒ぎすぎました、最高でした。お、ありがとうございました、ありがとう。フェスティバルめっちゃ楽しかった。トロッコに乗りながらうわー言って、みんながカメラ向けてくれるからうわー言って、うん言って、反対側うわー言って、うん言って、めっちゃ楽しかった。トロッコ超楽しい、一生乗ってたい。初トロッコですね。そうでも今日乗ったのがほんまに初めてってわけじゃないんですけど。もう罪悪感に後から浸りそう。しみる、私のこの汗が全部出ていった体に。ご飯ちゃんと食べてへんからその体にしみる。みろさんありがとう。うんうん、あーもう本当に今日楽しかった。え、伝わってます？ソラハンの喜びと楽しさと全ての感情、喜び伝わってるかな。
今日もう一回やるわやるわやるわやろ。あ、伝えてる？そらちゃん、けど、あ、確かにね、けど哀楽激しい。でもね、本当にこの17番っていうポジションをいただけたのはさ、すごいありがたいし嬉しいことで、センター曲もいただけてさ、みんなからしたらもう贅沢じゃんと思うかもだけどさ、やっぱあと少しっていうところだったから、やっぱ悔しいって気持ちもあるよっていうのを伝えたかったね。嬉しいし悔しいし、でもすごい自分にとって大切な曲すぎる。センターの曲っていただけないかね。そんな、うん、確かに嬉し涙久しぶり流したかもしれない。伝わってる、よかった。もう本当に幸せです、ありがとう。頑張ろうね、みんな。サーも頑張るから。明日からのお仕事頑張ってね。サーも頑張る。とりあえず明日を頑張って早起き。でも寝れないかもしれないけど、今週末、え、マジで今週末超楽しい。え、待って、来週も前川やし、再来週オンラインやし、やば、超楽しい。7月、来月、確かに来月誕生日、やば、それは楽しい。多分寝へんと思うわ。寝ろって感じだけど、多分今でさえなんかアドレナリンビューって多分アドレナリンってやつなんかな、出てんのにお風呂入ったらもうプワーってなって、もう多分寝られへんなる。お風呂入ったら私寝れへんなるんですよね。やっぱ絶対寝られへん。はよ寝ろって感じやな。ほんのでもね、下は移動時間が長々なのでね、移動時間に寝れるっちゃ寝れるんですよ、すごく。しかも今日9時間ぐらいやってくれた、寝れたかな。菜の花見れて感動。いやマジでほんまに良かったです、菜の花ね。あのスタッフさんの演出とかによってね、めちゃくちゃいい感じにしてくださってて、ありがたい。でもちょっと自分の中ちょっといろいろしたいんですよね。みんないっぱいツイートしてね。みんなツイートしてね。見るから私。よし、じゃあ終わろうかな、配信は。ごめんね、12時までちょっとそうもしたかったけど、ちょっと終わります。はい、おお、すごい、めちゃくちゃすごい。13位ミロさん、12位バンジェラモンスターさん、11位トシキさん、10位ガマちゃんさん、9位ノスケさん、8位斉藤さん、7位天然うなぎさん、6位タクヤさん、5位タムタムさん、4位キャスさん、3位トムさん、2位帝国さん、そして1位パシちゃんさん、ありがとう。パシちゃんさん、帝国さん、トムさん、タワーありがとうございました。ありがとうございました。この後ハッシュタグ空通信とか、ハッシュタグシナの空派とかでメールの返信とか
今日の感想とか待ってます。あとカメコスラハの写真をハッシュタグスラ通信、あ、シナのスラハとハッシュタグカメコ STU でつぶやいてくださると嬉しいです。本当に皆さんありがとうございました。またお会いしましょう、明日の5時に。バイバーイ。